どうもドントテルミ新井です。今日は南北戦争解説していきます。南北戦争とは1861年から1865年の間、アメリカ人同士で繰り広げられた戦争です。アメリカは1776年の建国から現在まで様々な戦争に参加しているのですが、アメリカ史上最悪の戦争といえばこの南北戦争なのです。以前このチャンネルでも紹介した第一次世界大戦でのアメリカ人の死者数は約11万人、第二次世界大戦では約30万人なのですが、南北戦争ではそれらよりはるかに多い60万人超のアメリカ人が戦死しているのです。なぜアメリカ人同士でこのような大規模な戦争が起きてしまったのか、どのように展開していったのか、詳しく見ていきます。もともとアメリカはイギリスの植民地でした。ですが1775年に勃発したアメリカ独立戦争によって、アメリカはイギリスから独立します。一植民地であったアメリカが当時世界最強国であったイギリスから独立するまでには非常にダイナミックな流れがありました。詳しくはアメリカ独立戦争の動画で解説しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。アメリカ独立戦争ではイギリスの統治に不満を持った人々が蜂起して独立したわけですが、独立したといっても現在のアメリカの領土丸々で成立したわけではありません。一番最初にアメリカ合衆国として独立したのはアメリカ大陸の東海岸に位置する13州だけなのです。またこの13州は北部と南部でかなり毛色が違っていました。北部の7州は繊維工業や機械工業などの工業を中心に発展しており、南部の6州は気候が温暖で綿花の栽培に適していたため、綿花プランテーションを中心産業としていました。プランテーションというのは主に黒人奴隷を働かせている大農園のことです。巨大な農園を作り、ものすごい数の労働者を過酷な環境で働かせて綿花を大量に生産し、海外に輸出することで南部は発展していたのです。北部は工業、南部は農業と産業構造が北部と南部では大きく異なっていたのです。これが南北戦争勃発の核となる点です。こうした産業構造の違いから政治的な主張も北部と南部で対立していました。北部では連邦主義、南部では集権主義が主張されていました。北部の主張する連邦主義というのは、アメリカ全体を仕切っている連邦政府の力を強くしようという考えです。一方南部が主張する集権主義は、連邦政府の力は制限して各州の自治を重んじようという考えです。こういった考え方の違いは北部と南部で何を作って誰に売っているかを見ていくとよくわかります。北部は工業製品を作ってアメリカ国内で売るというのが主流です。工業製品を売る場合ライバルになってくるのはヨーロッパの国々です。当時ヨーロッパでは産業革命が成し遂げられており、様々な技術が一気に発展して質の高い工業製品や綿織物などの大量生産が可能になっていました。大規模な工場で大量生産できるとなると、出来上がった製品の値段も下がります。ヨーロッパの国々はその安価で品質も良い工業製品を国内外に売りまくっていました。一方アメリカの技術はヨーロッパに比べればまだまだです。大量生産もできないため価格も高く、国外に輸出したところでヨーロッパの商品とは競争になりませんでした。国外に輸出したところで商品は売れないので、まずは国内で消費してほしい、とにかくアメリカ国内に工業製品を売りたいというのが北部の考え方なのです。とは言ってもヨーロッパから輸入された製品が安く国内に流通していては、国産の製品はあまり売れません。外国の製品じゃなくて国産の製品を買ってほしい、でも外国の製品が安すぎて国産の製品が買われないという状況でした。こうなった時に考えられるのは関税です。ヨーロッパから輸入した製品には高い税金をかけますよと決めれば、輸入品の値段は上がり、国産の製品の方が安くなり、国産の製品が売れるという状況が作り出せるわけです。北部は自分たちで作った製品を国内で売れるように、外国製品には高い関税をかけようと主張していました。ですが、そんな風に外国製品に高い関税をかけたいと思っているのは北部だけです。南部としてはヨーロッパからやってきた製品であろうが、アメリカ産の製品であろうが、安い方を買うわけです。そこで南部は北部の主張する連邦主義ではなく、個々の州が権力を持つ集権主義を主張しているのです。集権主義にすれば、州ごとに自由に輸入品に対する関税額を決められます。
北部の州がどうあろうと、南部の州で輸入品に関税をかけなければ、南部では安いヨーロッパ製の製品が手に入るとなります。北部としては連邦主義でアメリカ一体となって、しっかりとアメリカ全土で輸入品には高い関税をかけると決め、南部でも同じ金額で製品を売れるような状況を作りたがっているわけです。北部で作った工業製品を売るためにアメリカ全土でヨーロッパの製品に関税をかけるか否かが一つの大きな争点になっているわけですが、それに加えて南部側の事情も絡んできます。南部の主要産業綿花プランテーションにおいては集権主義の方が商売をやりやすいのです。というのも綿花の主な買い手はヨーロッパの国々です。産業革命が達成されているヨーロッパの国々では綿織物を作るために大量の綿花を必要とします。アメリカ北部でも綿織物を作ってはいるのですが、ヨーロッパと比べると圧倒的に量は少なく、南部で採れた綿花を売る主な商売相手はヨーロッパになるわけです。南部の州は綿花の輸出を進めるために貿易に対する政府の介入は最小限にするべきだ、自由に貿易しようと主張していました。綿花農家的には綿花をガンガン輸出して儲けたいので、州ごとに自由に関税を決められる集権主義を進めたがっていたのです。このように貿易に関して激しく意見を対立させていた北部と南部でしたが、黒人奴隷制に対する見解でも激しく対立していました。アメリカでは独立以前より黒人奴隷貿易が行われていました。こういった黒人奴隷を積極的に使っていたのは、先述の通り綿花プランテーションを持つ南部です。当時農業の機械化は進んでおらず、大規模な農園を運営するためには多くの労働者が必要不可欠でした。収穫などの細々した作業の際にはどうしても大量のマンパワーが必要となるのです。こういった大農園の労働力として古くは白人の年季奉公人が利用されていました。年季奉公人とは簡単に言うと白人の囚人です。アメリカで罪を犯した犯罪者を一定期間農園などで強制労働させる制度があったのです。しかし、黒人は奴隷として所有物として扱っていいよという黒人奴隷制度がアメリカに拡大すると、白人の年季奉公人は廃れていきます。白人の年季奉公人には最低限の人権が担保されていたのですが、黒人奴隷は完全に所有物であり、物扱いなのです。命令に従わない奴隷は容赦なく鞭で打たれ、逃亡しようものならすぐに処刑されて、また別の黒人奴隷を仕入れてくるといったような感じでした。物同然のマンパワーを用いて大農園で大儲けしているというのが南部だったのです。このように人を物扱いして過酷な労働を課している時に注意しないといけないのは反乱です。黒人を物扱いして儲けているのは大農園を経営している一部のお金持ちだけなので、貧しい白人と黒人が手を組んでお金持ちをぶっ倒そうとしてくることも十分に考えられます。そういった状況でお金持ちたちは徹底的な黒人差別によって貧しい白人と黒人が仲良くするのを防ごうとします。黒人の血が一滴でも混ざっていれば黒人とみなす、黒人は徹底的にこき使うぞと主張しつつ、どんなに貧しくても白人であれば参政権や武器所有権を認めると決めていきました。すると貧しい白人は裕福な白人の味方になります。それどころか自分たちは黒人ではないと一層声高に主張するようになり、黒人差別に積極的に加担するようになりました。お金持ちの巧みな戦略で南部では黒人奴隷制度が維持されていたのです。このように奴隷制度を採用していた州を奴隷州と言います。対する工業中心の北部は奴隷制度には反対の立場を取っていました。黒人に対してまともな給料も支払わず無理やり働かせるのではなく、きちんと工場の一労働力として扱ってお金を稼がせて、そのお金で北部で作った工業製品を買ってもらう方が経済的だという考えだったのです。黒人奴隷は所有者の物扱いでお金はほとんどもらえないので工業製品などは買えません。それよりもしっかり給料を上げて商品を買ってもらうという感じにした方が良いということで、北部では黒人にも白人と同じように働いてお金を稼いで物を買う存在になってほしかったわけです。こうして北部では黒人奴隷を所有している者は処罰するという法律が制定され、奴隷制は廃止されていきました。奴隷が自由になった州ということで、こういった州を自由州と言います。このように北部と南部ではいろいろな面で対立が起こっていたのですが、問題が起こるのはアメリカに新しい州ができた時です。
東海岸を中心に成立したアメリカは西へも領土を広げていました。土地の開拓が進み、そこに移り住む人が増えていって、住民が6万人に達すれば新しく州として認められるという感じで、アメリカには13州に加えて次々と新しい州ができていったのです。そうなると、もともとある13州にとって注目なのは、新しくできた州が奴隷禁止の自由州になるのか、それとも奴隷 OK の奴隷州となるのかということでした。新しくできた州が自由州になれば、奴隷廃止派の北部の力が強まり、奴隷州になれば奴隷維持派の南部の力が強まるわけです。新しくできた州についてはアメリカ全土を統括している連邦政府が自由州か奴隷州かを決定するというようになっていました。ですが、連邦政府は各州の代表が集まってできているので、連邦政府内で北部の州と南部の州の意見が対立し、話し合いはなかなかまとまりません。すると、状況を見かねて1820年に妥協案としてミズーリ協定という約束が結ばれました。これは新しくミズーリ州ができた時に制定された協定です。ミズーリ州をどうするかというののついでで、この際揉め気味だった自由州奴隷州の問題はっきりさせとくかという感じで決められました。この協定によって、ミズーリ州は奴隷州とするけど、マサチューセッツ州の一部をメイン州という新しい自由州として独立させる。加えて、北緯36度30分以北には新しく奴隷州を作るのは禁止すると決められました。これによって自由州と奴隷州がぴったり同じ数になり、今後新しく州ができた時にも緯度によって機械的に奴隷州か自由州か決まることになるとまとまったのです。まあいい感じにまとまったよねと思いきや、ミズーリ協定によって事態はもっと揉めることになります。きっかけはカリフォルニア州が新しく出来上がったことです。というのも、奴隷州か自由州かを分ける北緯36度30分線が縦に細長いカリフォルニア州のちょうど真ん中を通っていたのです。結局、カリフォルニア議会での話し合いによってカリフォルニア州は自由州になると決まったのですが、当然奴隷州推進派の南部は激しく反発しました。新しい自由州ができたことで奴隷解放の流れが強まってしまうと考えた南部は、逃亡奴隷法を強化しました。逃亡奴隷法とは、逃亡した黒人奴隷を厳しく取り締まるための法律です。奴隷が自由になれる自由州、奴隷が奴隷のままの奴隷州と分かれていると、当然奴隷としては自由州に行きたいわけです。自由州が増えれば、奴隷州から自由州に逃亡しやすくなります。例えば、今までは自由州に逃げたいけど、自由州に行くためには3つも州を移動しないといけない、その間に捕まってしまうという感じだったのが、隣が自由州になったとなれば格段に逃げやすくなります。奴隷が自由州に逃げることを警戒して、南部の州は逃亡を助けた者も処罰する、逃亡奴隷が捕まった時の裁判では逃亡奴隷の証言を禁止すると逃亡奴隷法を強化したのです。これに対して北部は反発します。北部では逃亡奴隷法は無効であるという法律を作ったり、地下鉄道という秘密結社を組織したりして黒人奴隷の逃亡を後押ししました。地下鉄道は1810年から1850年の間に数万人もの奴隷の逃亡を手助けしたと言われています。実際に地下鉄が設置されていたわけではなく、地下に潜る、地下に隠れて黒人を輸送するといった意味から地下鉄道と呼ばれていました。地下鉄道の構成員は奴隷制度廃止論を掲げる白人や過去に奴隷だった黒人、北部で奴隷制廃止後に生まれた黒人たちで、彼らは秘密の道、乗り物、隠れ家などを使って黒人奴隷の逃亡を手助けしていたのです。その手助けの際には、一見普通の鉄道について会話しているような隠語が使われていました。例えば、停車駅というのは奴隷の隠れ家を指し、車掌は誘導する人たち、乗客、貨物は逃亡する奴隷の隠語でした。南部の奴隷たちは秘密結社地下鉄道の後押しもあり、北部の州や遠くはカナダまで逃亡していたのです。南部は奴隷を強固に維持しようとし、北部は秘密結社まで作って奴隷を解放したがっているという状況の中で、南部と北部の対立が決定的になったのは1860年11月の大統領選挙においてです。この選挙で奴隷制度に対して断固反対を主張するリンカーンが当選したのです。奴隷制度断固反対のリンカーンが大統領になると、アメリカ全土で奴隷制廃止の法律が施行されたりするのではないかと考えた南部は、
奴隷認められないならもうアメリカ合衆国から離脱する、俺たちは今からアメリカ連合国として新しい国になりますと宣言しました。あろうことか勝手に国を作って独立を宣言したのです。南部の各州はジェファーソンという人物を大統領に据えて奴隷参政の南部の国アメリカ連合国を成立させました。アメリカ合衆国の大統領リンカーンは、いやいやそんなこと認められないですよ、僕たちみんなでアメリカ合衆国じゃないですか、という感じでアメリカ連合国の成立を認めませんでした。こうしてアメリカ南部と北部の対立は深刻化します。戦争になるかもしれないというところまで両者がピリついていたので、南部の州は戦争が起こった時に備えて南部の各地にあった要塞を南軍の支配下に置くことにしました。しかし南部にあった要塞の一つ、サムター要塞の司令官は、自分は南部の連合国ではなく北部の合衆国に忠誠を誓いますと南軍への服従を拒否したため、言うことを聞かないサムター要塞に対して南軍が襲撃を行ってしまいます。襲撃を受けたサムター要塞の司令官はリンカーン大統領に、援助がなければ持ちこたえることができないという手紙を書き、これに対してリンカーンは、敵地である南部においても自分を支持したサムター要塞を見捨てることはできないと要塞に対する支援を決定し、正式に北部 vs 南部の武力衝突が発生しました。こうしてとうとう同じアメリカ人同士での南北戦争が始まってしまったのです。序盤は南軍有利に進みました。南軍は昔から続いてきた南部の生き方を守る、侵攻してくる北軍から南部を守るんだと戦争への明確な目的があったため非常に士気が高く、物量や装備では劣っていたものの北軍と粘り強く戦いました。一方の北軍は工業地域ということで武器を豊富に生産でき、鉄道が発達しており補給が速やかだったりして南軍よりも戦力的にはだいぶ有利だったのですが、なんか南部が独立したっぽいけどほっとけばよくないとか、そのうち戻ってくるでしょと思っている人たちも多く、戦争への士気があまり高くなかったのです。そこでまずいと思った北部のリンカーン大統領は1863年に奴隷解放宣言を出し、この戦争の目的は奴隷制度の廃止だ、お前ら奴隷かわいそうだと思わないのかよとアピールします。この戦いは奴隷制に対する戦いだという大義名分を掲げたことで北軍の士気も高まりました。こうして徐々に北軍が盛り返す中、1863年、南北戦争最大の激戦であるゲティスバーグの戦いが発生します。ゲティスバーグは鉄道や主要道路の集まる重要な地点であり、ここをどちらが制するかで大きく戦局が左右されるというまさに戦争の要所でした。3日間に及ぶ激しい戦闘が繰り広げられ、ゲティスバーグだけで5万人近い死傷者が出ました。結果的に北軍が南軍を押し切り、北軍が一歩大きくリードした形になったのですが、ゲティスバーグが重要な役割を果たしたのは激戦が繰り広げられた後でした。ゲティスバーグの戦いの4ヶ月後、南北戦争最中の1863年11月19日にゲティスバーグの国立戦没者墓地で式典が行われました。あまりにも戦死者が多く、遺体を各々の故郷に運ぶことができなかったため、この地に墓地が作られて、北部主体でそのまま式典が催されたのです。まだ南北戦争の真っ最中でしたが、この式典では南部の戦死者も平等に祀られました。戦死者に関しては、一旦敵味方なしでという考えだったのです。このゲティスバーグでの式典でリンカーンが行ったのが、人民による人民のための政治という有名な一節で締めくくられるゲティスバーグ演説です。リンカーンは、我々は大きな内戦の中にいる。今は自由という心情を掲げたこの国が永続するかどうかを試されている。我々はこの国家の存続のために命を懸けた人々の死を無駄にせず、この国に新しく自由を誕生させ、人民による人民のための政治を地上から決してなくならないようにするべきだと述べました。演説中にリンカーンは国民や合衆国という言葉ではなく人民、国家という言葉を使用し、南北すべての人々に向かって、すべての人々は自由なのだと呼びかけたのです。こうしたリンカーンの演説が南部の人々の心を打ち、ゲティスバーグの戦いから北軍の優勢が確実なものになっていきます。
1865年にはアメリカ連合国の首都リッチモンドまで北軍が攻め込み、南軍を率いていた将軍が降伏したことで、1865年4月9日に南北戦争は終結しました。4年間の戦争において大規模な戦闘は50回以上、小規模な戦闘は数えきれないほど発生しました。最終的な動員兵力は北軍が156万人、南軍が90万人、そしてアメリカ人同士で殺し合った結果、60万人を超える犠牲者を出したのでした。戦争終結後、議会で憲法修正第13条という条項が成立して、アメリカ合衆国で正式に黒人奴隷制度が廃止されました。憲法修正第13条によって、奴隷及び本人の意に反する労役は犯罪に対する刑罰である場合を除き決して存在してはならないと決められました。この憲法を制定するためには、アメリカ合衆国各州の4分の3以上の賛成が必要だったので、北部は南部に対して、戦争で疲弊した南部の再建のためにお金を出したりするけど、そのためにはこの憲法に批准することと条件を出しました。するとボロボロだった南部の州は次々と憲法修正第13条に賛成し、アメリカ合衆国に戻っていきました。結果としてアメリカはアメリカ合衆国としてまた一つに統一されたのです。また南北戦争が北軍の勝利に終わったことで、北部中心の国づくりがなされるようになり、アメリカの工業化が一気に進んで、ヨーロッパの国々にも引けを取らない強国となっていったのです。まとめますと、南北戦争とはイギリスから独立したアメリカが北部は工業、南部は農業で栄える形になっており、そのせいで南北が政治体制や貿易、奴隷制などの面で対立するようになり、戦争が勃発し、リンカーン大統領の演説の甲斐もあって、最終的に工業を重視、奴隷禁止の北部が勝利し、現代まで続くアメリカの基礎が出来上がることになったといった具合になります。今日は南北戦争解説しました。他にも解説してほしい世界史上の出来事がありましたら、コメント欄で教えてください。動画のもっと詳しい解説や私個人の意見はチャンネルメンバーシップ限定動画で公開しておりますので、気になる方は青色のメンバーになるボタンを押してみてくださいね。この動画がいいと思った方はベルのマークの通知ボタンをオンにして高評価ボタンも押してくださいね。ではまた。